こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市豊井町にございますカインドリーハイツのですね、外観のご紹介をさせていただきます。こちらカインドリーハイツなんですけどもね、非常に天理駅からですね、少し東の方にあたる場所になるんですけども、天理大学までは非常に近い立地にあるワンルーム物件となっておりまして、静かな環境が売りの物件となっております。静かな環境といいましてもですね、川の音聞こえてるかなと思うんですが、せせらいでますね、ものすごいね、はい、もう自然あふれまくってますね。都会の方、こちらの物件ご覧になられたら少しカルチャーショックを受けられるかもしれないんですが、非常に自然豊かでですね、静かな立地にあるのは間違いないです。喧騒とはまたかけ離れた場所にありますので、そういったことも利点の一つかなと思います。部屋の中の方はですね、私ども写真アップしていると思うんですが、非常に使い勝手のいいワンルームに仕上がっておりますので、全く問題なく不自由なく生活していただけるとは思います。こちらの場所であったりですね、条件、間取り、その他諸々の詳細はですね、私どものホームページの方にしっかりアップしておりますので、またそちらの方もご参照の上お問い合わせいただければと、そんなふうに思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。